きなです。 UU クラブ TV ご覧ください。こんにちは。365日カレー2018です。今日食べるカレーはセブン&アイプレミアムドライカレーです。冷凍タイプのドライカレーなんですけど、今までもたびたび探してはいたんですけど、ドライカレーの冷凍食品をセブンイレブンでようやく見つけました。見つけられてないだけで他のコンビニ、スーパーなどではあるのかもしれません。また別の種類のものはいずれ食べたいと思うんですけど、今日はセブン&アイプレミアムのドライカレーということで、サブタイトルにスパイスの香りとビーフの旨味と書いてあります。商品を、皿に盛り、ラップをかけて温めてくださいとあります。それでは早速準備します。それでは500ワットで3分40秒加熱します。加熱が終わりました。それではいただきます。熱々です。で、味わいの方ですけど、カレーの風味に何かキレのようなものが感じられて、予想したよりもあっさりとしたドライカレーです。具材はエビ、マッシュルーム、人参、グリーンピースが入っています。いただきました。一口目あっさりとした、カレーの風味と申し上げたんですけど、こうやって一人前食べきるとしっかりとした、カレーの味わいを、感じながら最後まで食べきることができて、その点ではとても満足しています。久しぶりにドライカレーという種類のカレーを食べたんですけど、美味しかったです。今日はセブンイレブンさんの冷凍食品のドライカレーを食べまして、また別のメーカーさん、何か探して、食べてみたいなと、思いました。それではまた明日。今回のゆうゆうクラブ TV いかがでしたでしょうか。よかったらグッド押してねもしよければチャンネル登録もお願いします。バイバーイ。